どうも、マルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということで、2017年3月16日でございますが、お知らせ見てみましょう。3月下旬の地図更新、そして、みんなで大決戦予告ね。こちら、ツイッターではね、市村プロデューサーの方から情報出てましたが、正式にお知らせとしてね、予告が来ております。これが来るということはね、第1弾、第2弾、第3弾ぐらいの予告、まあ第2弾ぐらいかな。来たら、そろそろ、もう4月ね、近いでございますから、みんなで大決戦、レイドシステム、かっこ馬車システム、来るんじゃないでしょうか。さらには USJ、東京じゃねえや、大阪でね、大阪で開催してるって言ったらちょっと、あれですけど、まあちょっと詳細をね、後ほど。そして、あれですね、ドラクエモンスタージョーカー3のプロフェッショナル。こちら、まあ詳細はいいでしょうか。コラボダンジョン復活ということでお知らせが来ておりましたが、まあ下旬地図はいいでしょう。こちら、みんなで大決戦詳しく、予告見ていきますが、動画をね、YouTube の方で公開したということで、こちらはね、ご確認ください。まあ一応、何でしょうか。まあいいでしょう。うん、まあで公式サイトに、みんなで大決戦特設ページを公開中ということで、これはねちょっと見ていきましょうよ。でみんなで大決戦で登場する限定キャラクターということで、モガ将軍＆ツムスケってこれ頭にちょっと乗ってますけど、モモコとね現れると。さてモモコよ、いや違うな、キャラ作ろうか、普通にやろうか。さてモモコよ、わしらの挑む、いやなんかね、もうちょっとバラエティ要素というかね、エンターテインメント要素を追加していかないといけないなっていう感じですけど、特に考えてなかったからね。さてモモコよ、わしらの挑むみんなで大決戦とは何なのじゃという感じで、こんな語り口調でね、来てますが、みんなで大決戦、全国の冒険者と協力して魔物の大軍と戦う大規模イベント。モガ将軍大変です。たくさんの魔物が日本に向かっています。のがつくと魔物って言いにくいんだね。なんじゃと、すぐにわしらも日本へと向かうのじゃということでございますが、これが守るべき日本のマップ。まあこれはね、事前情報で出てた通り、日本地図上というかね、ご当地システムのまた応用みたいな感じでね、防衛隊、としてみんなこう、みんな大決戦に参加していくというような感じみたいでございますが、ここがね、新たに仕様ちょっと分かったところで、まあ時間経つと内容が変わっているっていうのは分かったんですけど、このなんて言うんでしょうか、目玉の魔物大群なんでしょうかね。まあなんかのこの多分目玉になるやつがこう移動し続けていくという感じみたいですね、マップを。だからこの進行軸というかね、魔物の移動軸みたいなのがちょっと関係してくるみたいなところが見えてきたのと、ここら辺はね詳細タッチしたらわかるよっていうのと、パーティー募集、ここら辺はね変わらずでございますが、あ、これだね。ちょっとここ、マップにはこの他にも重要な情報が詰まっておると。で、毎日確認してみたいな感じで、こうね、日々こう状況が変わっていくんで、そこでなんか楽しめる要素が出てくるみたいな感じなんでね、ちょっとやり込み度はしっかりありそうかなという印象でございます。で、ここですね、なんじゃ敵が多すぎみたいなね、マードハンド何体の 1,2,3,4,5,6,7,8 体いるんですけど、これギガスラッシュとかさ、全体攻撃ちょっとかましたいよね。ブシャーっつってね、これ気持ちいい感じになるんじゃないですかね。まあそんな感じ、ここら辺はね、なんかレイドのこうバシバシやる感じが、この星空でも、ちょっとまあレイドシステムという名前ではございますが、そういうとこはちょっと楽しめるのかなと思っております。まあこの画面だけですかね。なんて言うんだろう。新たに。こうおって思える画面はね。まあこんな感じで第1弾、予告が入ってるみたいです。ちょっと特設ページは後で見てみようか。で、USJ、ドラゴンクエストザ・リアルを開催記念として、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、星ドラコラボということですが、まあこれ、まあパッと言ってしまうと、この USJ 鍵、が入手できるということですが、まあ冒頭ね、大阪っていうキーワード出してましたけど、まあ付近の人ね、USJ があるね、大阪の近辺の方は、この、USJ コラボ記念モガフリキャンペーン開催中っていうのが、モガフリすると出てくるみたいなので、これで、USJ 鍵をゲットし、USJ スライムヘッドという限定装備を入手できるよということでございます。まあ、こちらね、またちょっと詳細確認しますが、それと、ドラゴンクエストモンスタージョッカー3プロフェッショナル。こちらのね、そっちのゲーム内で、アルダララがもらえる特典コードもついてるみたいなので、ぜひね、ジョッカー3
の方も星ドラプレイしてみていただければ。超かずりの方っていうのはよくわかんないね。3月15日の0時から29日までということで、星ドラ内では以前来ていたねドラクエモンスターズ超か3の、コラボダンジョンが復刻しております。で、内容的には一応リセットはかかってる感じで、報酬とかね再度受け取り直せるような感じですが、今までと違うのはこの引き換え券ですか。これはあれか、引き換え券で、特典コードがゲットできるようになるんだね。だそれ以外のものはあれなんだね、特典コード以外のものは多分引き換え券ではないって感じなのかな。ちょっと後で見てみましょう。で、なんかここに出る数字を入力する、あ、これは特典コードの発行ね、そして引き換え券、なんだこれ、よくわかんねえな、プレゼントコードが明記されてる。まあこれプロフェッショナル側に影響のある内容ですので、星ドラとかは特にないんですが、星ドラ側でちょっと変わったのはリアクター、これは前回の報酬ですけど、リアクター金っていうのがねさらに追加されたということでございます。あとはスタンプっていう感じでしょうか。じゃあまあリアクター金から見てみますか。ちなみに私引き換え券のやつ見てなかったけどさ、これアモンピじゃねえや、引き換え券、あ、これか、アルダララがもらえるコード、これ押したらもうダメなのかな。特典コードを発行する、まあこれだけだから多分あれだね、他には報酬はないんだね。で、装備じゃない、道具でもちょっと冒頭ね、私もつけてましたが、リアクター金どこだ、これだ、リアクター金が器用さプラ7の守備力プラ2、眠りガード微弱に休みガード微弱ということで、能力的にはそんなにっていう感じですね。で、見た目はこんな感じでね、あれで見てみましょうか。3D フィギュアってなんだ。3D フィギュアで見るとね、こんな感じですよ。片耳だけなんだね。バーンのやつをつけると結構一体化して見えるね。はい、なんか現代風バーン。現代風バーン。よくわかんねえ。はい、こんな感じでね、見た目で使えるリアクター金というのがゲットできると。あとはジェムワンサカっていう感じなんですが、USJ 鍵ですか。先ほどお知らせ内容で見た。実際に、私はね、ゲットできない環境にいるんですけど、リスナーさんの中で提供していただける方がいらっしゃいましたので、ちょっとそちらにね、チャレンジしていこうかなと思います。はい、ということで、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンコラボがね、来たということで、ちょっと詳しく見てみましょう。こんな感じでございますね。ミッション報酬はこんなんで出ましたよ。初回クリア報酬で USJ スライムヘッド、これがねゲットできるということでございまして、今回黒船さんがゲットしてきたということで、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。準備完了。どんなもんなんだろうね。まあ推奨レベルとかね、スタミナとかは1だから多分大丈夫だと思うんですけどね。よろしゅう。あのモガフリダンジョンとかね、そっち系の感じかなっていう感じですが、いいですね。 BGM はあれですね、カジノ BGM ですね。ちっちゃい USJ スライムもいる。おー、いいね。いいね。あの、王冠とこくるくる回っとるわ。おしゃれ。あ、会心で一発で飛んだわ。あとはもう USJ キングスライムだけ。あら！お疲れ。会心一発で終わっちゃったよ、これ。まあ、ということで、そんなにね、なんか難易度が高いとかっていう感じだな。おー、経験2000入んだ。経験は美味しい。そして報酬 USJ スライムヘッドと、おー、トレーと弾とか出るんだ。 USJ スライムヘッド、プレス軽減微弱と HP 弱がついてると。じゃあこれはあれですね、見た目用っていう感じなんでしょうね。で、獲得は、お、金袋来たぞ。あー、まあここは素材とか鍵が来るという感じみたいですね。で、10ターン以内道具使わず、あ、道具使わずなんだね。一度も死なないで、で、ハグチョコまで全部もらえるという感じみたいでございますね。これが USJ コラボ鍵でございました。はい、ということでございまして、USJ ね、チャレンジした後、ゲットしたちょっとあれですか、見た目で見てみましょうか。頭。これだ。USJ スライムヘッド。ブレスダメージ軽減弱、あ、軽減微弱、HP 弱はまあ見ましたが、ちょっと見た目としてね、装備してみましょうか。おー、おーってまででもないのかな。こんな感じなんだね。ちょっとあれで、これも 3D フィギュアで見てみますか。いや、残念だな。残念って言ったらちょっと怒られるかもしれないですけど、こんな感じなんですね。そうか。
実際にモンスターで出てきたあの USJ 版のキングスライムがさ、王冠のとこでなんかこう地球儀みたいなのが回ってた感じ、あれが来るのかなと思ったらそうじゃないんだね。まあキングスライムって書いてなかったからね、普通のスライムなんだね。まあこれがゲットできるという感じみたいでございます。まあなんかね USJ の限定鍵でね、なんでまたその地方性出してね、あの差別化すんだみたいな声はあるかもしれないですけどね。まあ個人的には進化玉とかが補修でない限りね、まあ限定イベントは限定イベントですからね。なんか東京駅限定のね、東京バナナがね、なんで地方にねえんだみたいなね、ような話ですから、いや結構地方にもあるなまあそんなところでね、目くじら立てずね、楽しんでいければなと思います。まあマルチね、ノラでもね、おそらくは貼られるんでしょうから、そちらをね、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は、お知らせ更新されたね、USJ、そして、ドラクエモンスターズジョーカー、さらにはみんなで大決戦のね、あ、忘れてた、特設サイトね、特設サイト見ないと。はい、来ました。こちらが、今回の大決戦予告の公式サイト側に追加されたね、ページみたいでございますが、まあ内容的には同じ内容なんでしょうね。こっち側に載ってるだけの情報とかはないみたいですね。で、第2弾の予告について、気になるバトルについて内容をお届けしますということで、まあ次回を楽しみにって感じですね。あと YouTube でね、ここら辺のなんか予告動画みたいなのがね作られてるみたいなので、そちらもご確認いただければと思います。ということで今回は、みんなの大決戦含め、お知らせ更新した内容を動画にまとめてみました。ちょっとねなんていうんですかね、これも予告じゃないですけどね、まあ、マルベルチャンネルもちょっと星ドラがねバージョン2になんかこう移行するんだみたいなことでね、それの中で、このレイドシステムの話も出てて、まあ、そっちのバージョン2より先にまずこっちのねみんなで大決戦が来ましたが、まあ、マルベルチャンネル星ドラ実況動画もですね、まあ、そろそろバージョン2にね移行していこうかななんて思っておりましてね、まあ今までどうも攻略動画とかね、まあバラエティ予想というかちょっとしたねなんかこう小ネタ挟んでぐらいの動画いっぱい上がってたと思うんですけど、またちょっとバージョン2マルベリー星ドラ動画バージョン2に向けていろいろ考えておりますので、そちらもねご期待いただいて、最近ちょっと毎日投稿もおろそかになりがちでございますんで、また気合を入れ直してどのくらいかな、4月あたりぐらいからまたねちょっとバージョン2星ドラ動画をちょっと構成していきたいなというような思いもありますので、今後ともマルベルチャンネルもご期待いただければと思います。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。